住宅で観光客向けに読んだとか、まあ、私が最初三輪のふるさと巡りも言うけれども、こんばんは。12月3日月曜日、しゃべくり松代110回目です。師走の声を聞きますと、松代にも12月1日にちらちらと雪が舞いました。大変寒い日になっております。今日はエコールド松代クラブ語り戦歌の活動と、夢空間でやっております民話紙芝居作りについての話題をお伝えいたします。ゲストをご紹介いたします。夢空間の小俣光弘さん、こんばんは。エコールド松代クラブ語り戦歌の田中佳代子さんです。こんばんは。お二人よろしくお願いします。お願いします。最初にエコールド松代クラブの語り戦歌の今までの活動につきまして、私も会員の一人ですので少しご紹介をさせていただきます。エコールド松代クラブとは2004年から始まりました松代で行っております、観光の
イベント、事業です、観光事業です。でその中で、皆さんがそれぞれたしなんでおったり特技としていることで、おいでになった皆様をおもてなしをしたり、それからおいでいただいた皆様と交流をする、文化財を使ってのおもてなし活動をする、ボランティアの団体をエコールド松代クラブと言います。その中で語り戦下では2004年から旧横竹住宅で横竹の人々というお話を、それから2004年の秋からは松井須磨子の生涯というお話をしてまいりました。そして最近では、童謡のふるさとを巡るということで、松代にあります10基の童謡の花碑巡りをしたり、そして松代に残っております民話の、ふるさと巡りという活動をしています。で最近行っておりますそのふるさと民話のふるさと巡りの中から今日はお話をしていただこうと思っていますが、かつて民話のふるさと巡りは本の朗読等でやってまいりましたけれど、最近そこで民話の紙芝居を使わせていただいているということで、今日はお二人においでいただきました。で紙芝居、民話の紙芝居なんですけれども、夢空間の中の活動として今取り組んでおられますが、まず尾又さんにお聞きしますが、この民話の紙芝居は、どんなことで作るようになったんでしょうか。はい、真っ白にはですね、70余りの民話があるんですけども、今現在いろいろおじいさんやおばあさんより、子どもへですねお話をする機会が少なくなりましたね、はい、そうするとやはり民話がなかなか伝承できないというようなことで、それでは、どうしたらいいかという話し合いまして、紙芝居にして子どもさんたちに聞かせて伝承すれば一番いいんじゃないかなということで始めました、はい、いつ頃から、平成の21年度から始めました、はいはい、で 今までに何作ぐらいできているんでしょうか。18話を完成させました。18話、はい、じゃあ70のうち今18話ができているということなんですけれども、どんな方たちが紙芝居作りをしておられるんですか。これは一般募集しまして、はい、絵の好きな方をですね募集しまして、毎年5人ずつ絵を描いていただいてます、はいはい、じゃあだいたい1年に5話ずつ5話ずつ作りました、ね、はい、ですね。で、絵の好きな方って言っても絵だけが好きでも大変でしょうし、やっぱり民話の興味のある方、そうですね、の方々の多くいらっしゃいますね、はい、あ、そうですか、はい、じゃあ同じ方が何話か書いておられるということもあるわけですか。そうですね、そうですか、はい、じゃあ主婦の方とかもおられるわけですか。そうですね、一般のいろんな趣味を持っている方でね、やっぱり興味があって、家庭と民話と、紙芝居といろいろとね、やっていただいて本当に大変だと思うんですけども、上手な絵を描いていただいてます。あ、そうですか、はい、それとこの地元の方以外にも民話の紙芝居を作っておられる方いらっしゃいますね。学生さんたちは、清泉女子短期大学にもですね、お願いしましてですね、紙芝居を作っております、これは夢空間と連携しまして活動をやっている中で紙芝居作りというのが今やっております。あ、そうですか、はいはい、じゃあ先生の皆さんも松代に来てこう取材などして、取材したり、まずは散策して場所を確認して、それから、絵の方に取り掛かっております。そうですか、はい、分かりました。それではその出来上がった紙芝居を使って活動をしておられます語り戦下の田中海子さんにお聞きしたいと思います。田中さんはどんな活動をされてきたんでしょうか。今旧樋口家住宅でいろんな観光客の方がたくさんいらっしゃるんですけれども、そこでやっぱり今紙芝居を読まさせていただいております。でその読みますと観光客の皆さんが、そのお話なんとかどこって聞かれるのでご案内することもあります。そうですか、いいですね。ちょうど観光客の方にただあそこになんていうお寺がありますというよりはお話も加えて、ね、そうですね、とても喜んでいただいております。そうですか、ありがたいですか、紙芝居、はい、その他先ほど私の方からちょっとご紹介したふるさ、民話のふるさと巡り、はい、それはどんなようなふうに行うんですか。その地へ行って、大事に伝わるねお話をその地でやるとね、本当にそんなお話があったのか、六地蔵さんがこんな形をしているのかって、自分もまた再確認することもありますけれども、やっぱり一緒にこうね歩いていただいている方も、
はあってとてもその感動の仕方がね、やっぱり紙芝居から伝わることが大きいかと思います、ね、それとあの最初は紙芝居ではなくて朗読のみだったんですけれども、そうですね、紙芝居にをこうやることによってどんな風に違いありますかね。あのね、なんていうかな、引き付けるものがあるっていうかね、まあ、あの本っていうのはまあ想像なんですけれども、やっぱりその場へ行って六字図なり見ると、やっぱりあ本当だ、紙芝居もそうだけど本当にこのお話があったんだと、実感がこうこもってね、そうですね、はい。それとあの語り専科とは別に、田中さんは、紙芝居を使っていろんな活動をされてるそうですけど、そうですね、あのちょっと読み聞かせをやってるんですけれども、小学校や保育園など、あのやっぱりその先尾又さんお話しされたそのおじいちゃんおばあちゃんから伝承がない、そのお話しすることが少ないので、あの子どもたちにその紙芝居を持って行って、あの読んでおります。そうすると あそこのお寺の話か僕知ってるよとかね、とてもそうその反応が大きいのでまた嬉しい時もありますね。そうですね、あのいろんな紙芝居はねできてはいるけれども、でもやっぱり地元のお話っていうとまた ね皆さんちょっと違うかもしれませんね、それからあの、民話の紙芝居をあのこの間中学生なんかもね、確か聞いてくれましたよね。そうですね、中学生の皆さんにも聞いていただきまして、本当にあの喜んでいただきました。そうですね、はい、それではですね、ここであの田中さんに一つお話を読んでいただこうと思いますが、お願いできますか。今年できました、おやすと梅の木というお話を、お願いいたします。紙芝居をしたいと思います。松代民話よりおやすと梅の木。今から800年も昔の話です。鎌倉幕府を治めていた将軍源頼朝が善光寺へお参りにやってきました。頼朝が地蔵峠を越えて海津の地に入られた時、この地では大きな勢力を持っていた天飾城の城主天御前とその一人娘であるおやす姫が出迎えてくれました。歓迎の宴が開かれ、接待に出たおやす姫を一目見るなり、頼朝はその美しさに心を奪われ、なんと美しい姫であろうか、わしのそばにずっといてくだされと片時も姫を離さないほどの気に入りようでした。善光寺参りを済まされ、いよいよこの地を立とうとする日、頼朝はおやす姫との別れがたい思いに矢も盾もたまらず、天御前を説き伏せて姫を鎌倉へ連れて帰ることにしました。こうしてふるさとから遠く離れた鎌倉で暮らすことになったおやす姫ですが、頼朝の愛情を一身に受けて、はためには何不自由ない幸せな日々に見えました。しかしおやす姫にはふるさとへの立ちがたい思いのほかに、もう一つ心をおののかせることがありました。それは頼朝の正室である政子が大変嫉妬深く、頼朝のそばに仕える女がもし子供を宿すようなことがあるとひそかに殺させてしまうという噂でした。おやす姫はそんな話を耳にするにつけ、一日として心の休まることはありませんでした。そんなおやす姫の心を慰めてくれたのは、庭先に植えられている一本の紅梅の木でした。春先にはそれはそれは美しい花を咲かせ、何とも言えない香りがおやす姫の部屋にいっぱいに満ちあふれるのでした。おやす姫はその紅梅に向かっていつも胸の内を語りかけ、ひそかに願いをかけるのでした。美しい紅梅の花よ、いつも私を和ませてくれる紅梅よ、あなたは私の心の支え、だからお願い、花は咲いても実を結んではなりませぬ、決して
実を結んではなりませぬ。なんとおいたわしや、それほどまでにお子を望まれぬとは。それはお月の女がそっと涙を流さずにはおられないほどの哀れな姿でありました。頼朝の愛情はいつも変わることなく注がれ、何不自由のない親姫ではありましたが、頼朝の子供を宿してしまいました。頼朝の正室政子はカンカンに憤り、直ちに信州へ戻すよう命令し、家から追い出してしまいました。頼朝はかわいそうなおやすに一本の勾配と守り本尊を与え、おやすよ申し訳ないの、守り本尊を私だと思い信州で良い子供を産んでくれと七人の家来を付き添わせて松代へ返したのでした。おやす姫は何年かぶりで無事天飾城に戻り、城下の屋敷で間もなく子供を産みましたが、運悪くその子は亡くなってしまいました。おやすの悲しみはそれはそれはひどく、語ることのできないくらいの切なさでありました。朝から泣き通し、布団にくるまったまま涙が滝のように流れ落ちたといいます。悲しみにふけっていたある晩のこと、夢枕に出た御仏が、この霊を慰めてやりなされ、勾配の下に守り本尊を安置し信心しなさいとおっしゃって消えてしまいました。はい、今途中まで聞かせていただきましたけれども、確かに、正室の政子さんが怒り狂ったという絵も素晴らしかったですね。もう本当に皆さん本当に素晴らしい絵を描かれてるなと思います。で、資料などは小俣さんの方でご用意されるんでしょうか。そうですか、いろいろバックデータも揃えてね、はい、それで絵の描き方に渡しております。あ、そうですか、はい。それで今後小俣さんまだ民話の紙芝居を作られるご予定はありますか。まだまだ民話がたくさんありますので、はい、年に5話ぐらいをずっと続けてですね、はい、作っていきたいなと思っております。はい、そうしますとやっぱり地元 の, そういうボランティアの方たちに協力していただいて、そうですね、忙しい中大変ですけども、はい、ご協力願って、これがまた真っ白の、ね、財産となって、ね、皆さんに伝承できればと思っておりますけども、はいはい、田中さんはそのできた紙芝居を今後またより一層、そうですね、学校もそうですけれども、今お茶の間サロンってお年寄りの方がね集まるところがあるんですが、そんなところでも読んでいきたいと思います。はいはい、松田またよろしくお願いします。私もね、実はお茶の間サロンでもお借りしてね読んだことがあるんですね。でやっぱりできればそのお茶の間サロンやっている地元のお話を持ってってあげると、より皆さんがこう喜んでくださるなっていうのは今まで感じたことがありました。そうですね、これからも紙芝居作りには小俣さんの方で頑張っていただいて、で私は田中さんはまたそれを使わせていただいて、はい、はい、ぜひ民話をこう皆さんに伝えていきたいと思います。そうですね、本日は小俣さん、田中佳代子さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。
さて来週は久々に久しぶりで、ね、はい、パーソナリティよろしくお願いします、はい、予告の前に、ね、予告の前に、ね、お知らせということで、ね、はい、どんな今日、長野県 の、 彩り、四季の彩りキャンペーンの中で、これちょっとアップしてください。あの松代の湯というので入浴剤なんですが、これを、ね、無償で今お配りして松代の宣伝をしているということで、ただでお配りして、どちらで、現在松代町内では、ロイヤルホテルとそれから松代荘宿泊施設だけで、入浴に来られた方とか宿泊の方に無料で配布をしているということで、松代荘ではね、4つ300円で売ってくれるということでね。これはあれですか、その松代温泉と同じ成分なんですか。そうですね、松代温泉成分とは25種類あるんですけれども、うんうん、そのうちの、確かね、いくつ入ってたっけな、10いくつ入ってるんですよ。でそのうちの5つ分だけ、うん、まあ、硫黄とか強いとね、うん、風呂釜壊しちゃうんでということで、かなり松代温泉に近い、近いだけど、ね、松代の湯という名前でね、うん、出してますということでございます。いいですよ、これはね、ぜひ買い求めていいと思いますね。わかりました。はい、今日はそんなお知らせでした。はい、それでは来週の予告、はい、お願いします。パーソナリティですね、はい、111回、曲がってる、111回、ね、ゾロ目、はい、ゾロ目です、はい、はい、松代テレビ局のモチーフになってます、山のマークとね、それから色ありますけど、あれは松代焼の、ツートンカラーのやつをね、うんうんうん、使ってますということで、遅かりしですよね。そうですね、松代テレビだね。そうですね、もっと早くしね、しなくちゃいけなかったんですが、このおかげですからね。そうですね、うん、松代焼の魅力ということで、町内には3つほどお釜がありますけれども、うん、代表的な松井釜の専務さんをお招きしまして、はい、なるほど、松代焼の謎を解明していくということでございます、はい、あ、そちらに来ました、ね、あ、これね、はい、松代焼きで、はいはい、これちょっと町歩きセンターで使ってるやつです。あ、これ三田さん飲んでるやつですか。これ松井釜のやつかな。すいません、あ、そうじゃないですか。あ、その通り、はい、はい、まあお客様がね、町歩きセンターにたくさん来られます。こういった松代焼きということで代表的な陶器ですので、これを、ね、ご紹介しているということ で、ね、うん、町歩きセンターもご協力をさせていただいてます。そんな具合で、もう縄文時代の、ね、うん、頃からこの形というのは変わってないんですね。水を飲むにしてもご飯を食べるにしても器というのは、ね、うん、全然変わらないということで、もうすでに完成されているというようなことを専務さんおっしゃってました、うん、これを、ね、いかに引き継いでいくかということが大変なのかという、その辺のご苦労のお話も来週を ね、聞きたいと思いますね。なんか日本松さん、いい言葉言うはい、どうぞ。いや、はい、ダメですよ。え、縄文式ドキだから、はいはい、ドキドキって、はい、ああもう、はい、それで、はい、ね、お笑いで今日は締めたいと思いますので、はい、じゃあドキドキしながら来週に進みたいと思いますが、それでは来週をどうぞお楽しみに、はい、お楽しみに。